はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。で、今日は図面を描くとき一番大切な考え方とはという、テーマでお話ししたいと思います。最近生き方の話とか大きな考え方のこう話、就活とかね、そういった話がちょっと続いちゃったんですけど、本来の目的である実務で学ぶという詳細についてね、共有していきたいと思います。本題の前にちょっとだけお知らせさせてください。奄美大島に古民家ホテルがもう一つ増えます。また、僕が現地に行って村の人や、移住者とともに、空間づくりをしていこうと思ってるんですけれども、おそらく7月上旬にはオープンできるかと思います。そこで、7月11日ぐらいから、確定ではないんですけれども、先行予約を受け付けします。料金は1人1万円で、1泊1万円で、清掃料が8000円別途かかります。このシーズンの通常料金よりは確実にお安くなっておりますので、古民家ホテルの公式 LINE の URL を貼っておきますので、日程と名前、何泊かを記入して、予約してください。それでは本題に入りたいと思います。で、図面を描くときか、一番大切にしていることとはとか、一番大切な考え方とはですよね。先日ね、洗面台の図面を書いてもらって、それをこうチェックしていた時に気づいた学びなんです。で、そこでの学びって何っていうと、この図面を書く時にどのくらい使う人のことをね、思って書いたんだろうかなっていうちょっと疑問がありました。で、さらにどのくらいね、この図面を見て作る人のことを思ってね、書いたんだろうなって。で、これがね、今日の一番重要なポイントなんですけれども、でもそれってどういうことなのかっていうのをちょっと説明したいと思います。洗面台ってまずどうなってるかって分かりますかね。台を作って、その上にこう洗面器と水洗が置かれてるじゃないですか。で、ミラーももちろんかけられると思うんですけれども、棚とかあってね。で、それに対して給水と排水つなげば、一応洗面台としての機能はね、整うと思うんです。で、これは皆さんのね、自宅にもあると思うので、お家にね、わからない方は一度ね、こう洗面器よく見て、手洗い器よく見て、覗き込んで、勉強してみてほしいんですけれども、メーカーがね、作っている既製品、三面鏡とかついてるのはちょっとね、あれ工場で作られてるんで、僕らが製作しているものとはちょっと違うんですけどね。今はほとんど、そういったものがメーカー品が普及してるんですもんね、住宅はね、特にね。そんな人は、ホテルとか行った時にちょっと見てみてください。作りが、違うと思いますので。で、洗面台で何をするのかっていうのをちょっとまず考える必要性があるんですよ。まずもちろん手を洗ったり、顔を洗ったり、化粧品とか物を置いたりとかね、ドライヤーで髪乾かしたりとか、化粧をするとかなどなどね、人がどうやってその洗面台を使うのかっていうのは想定すべきですよね、まずは。で、使い方は、住宅とかホテルとか用途によってもちろん違いますよね、状況によって。だからその都度考えるべきなんです。まずこれがスタート地点だと思うんです。で、次にどういう使い方をするのかっていうのが分かったら、それに
それをこうに応えられる機能をつけていけばいいんですよね。手や顔を洗うときにその水の出方とか、洗いやすいのか、ちゃんと排水されるのか、高さは大丈夫か、水跳ねないのか、お湯は出るのか出ないのか、物を台の上に置くのか、これは蓋が必要なのかいらないのか、ドライヤー使うときコンセント大丈夫か、水かかんないよねこことか、化粧するときの照明の明るさとか色温度って大丈夫なのとか、使い方をね想定するだけどんどん機能がね付け加わるんですよ。でこれは多ければ多いほどいいというわけではなく、適切に入れるってことですよね。でその機能を担保しただけでは、まあ、要はその機能をつけただけじゃね、心を動かすとかワクワクするとかおしゃれだなとかってこう、そういった洗面台にはならないわけですよ。でここからあとはデザイン、まあ、演出ですよね。でこれは見た目だけじゃなくて、で機能と一緒に兼ねることが結構大切なんですよね。洗面器の色や形、はもちろん、ミラーの中にねこう間接照明が入っていて顔がこう明るく照らされてくるのかどうかとか、空間演出にもなるんですよね。ホテルであればねアメニティとか置くじゃないですか。その アメニティがねの置き方によって結構特別感とかわいいなとかっていうのが変わるので、ちゃんとその台が作られていたり、お皿が置かれていたり、そこに照明が当てられたりとかですね。でもちろんね、洗面台がある空間、床壁天井ですよね、そこに接する、で扉から入ってきてそのバッといった印象ですよねを良くするために、洗面台のデザインっていうものを考えるわけです。そこで初めてね、洗面台の家具図っていうものを描き始められると思うんですけれども、あとはねこう図面の整合性をこう取っていくわけなんですが、まあ、この辺はまたね別の時に話すとして、ここではね図面を描く時に作り手ですよね、要するにこう現場監督さんだったり職人さんのことを思って描くわけですよ。まあ、スタートはもちろん使う人のためを思ってデザインはしているんですけれども、その絵を完成するときに、今度家具の図面を描くときにはやっぱり現場監督さんや職人さんのことを思った方がいいわけですからね。どういうことかっていうと、何の材料でどのように作るんだろうって、それによってねコストが変わるからなんですよ。前にもね、前どっかで話しましたよね、このラジオでも。建築コストは人件費と材料費なんですよ。作りにくければ人件費上がっちゃうんですよ。材料高かったりしたりロスするようなものになれば高額になっていくのは当然なんですよねって前どっかで話しましたよね。これはコストコントロールをしなくてはいけない、現場監督さんのためを思って家具図を書くわけですよ。で作る順序だったり材料の特性だったり、それをイメージしながら、家具図を描いていけばね、それは家具あの職人さんはね作りやすく、作りながらこう考え込むこともねすごい減るので、綺麗なものづくりをするために職人さんは集中することができるわけですよね。でここまででね、だいたい言いたいことはね分かったと思うんですけど、分かりましたかね。ね、今日のテーマである図面を描くとき一番大切な考え方はというテーマでね話してきたんですけれども、結論、使う人や作る人のことを思ってね図面を描くということで、これがね結構重要なんですよね。建築空間は人のために作るわけですからね、当然ちゃ当然なんですけど、当たり前のことを忘れずにインテリアデザインをして家具図、図面を描いてみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを非公開
グループ、LINE グループで毎日共有しています。まずは匿名の LINE のオープンチャットの方のリンクを貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。